世界一の警察目指して頑張っていきましょう。今日一日栗山の安全のために頑張っていきます。どうかよろしくお願いします。全国地域安全運動の一環として、今日栗山警察署の一日署長に任命されたのは、 WBC ワールドベースボールクラシックで日本代表の監督として世界一を達成した栗山英樹さんです。防犯パトロールの出発式の後、栗山さんは栗山町内の金融機関やスーパーで特殊詐欺被害防止を訴えるチラシなどを配布し、被害防止を呼びかけました。ありがとうございます。まあ、日本全国特殊詐欺含めて本当に多くなっているという話を伺うので、これから安心材料を奪われるというのはとても本当に忍びないので、そんな思いを込めて、みんなが笑顔で生活できるように祈ってます。